人のお客様のもとに水しぶきが飛ぶことがございます。カメラや携帯電話などの電子機器をお持ちのお客様は十分お気をつけください。ご覧になる際は周りの方と一定の距離を空け、ソーシャルディスタンスを守りご観覧ください。また他のお客様のご迷惑ともなりますので、走り回らずお席についてご覧いただきますようお願いいたします。最後に今お手持ちのパンフレットや小さなゴミなどは置いて帰らないようお願いいたします。風によりプールに入りますとイルカが誤って飲み込んでしまい大変危険です。ゴミはゴミ箱に捨てていただきますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。それではもう間もなくしますとイルカのトレーニングが始まります。本日はどうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。